エモン・フリーデル・エモン・フリーデルは、オーストリアの批評家、哲学者で俳優、作家、随筆家、歴史家、ジャーナリスト、劇作家、劇評家、また編集者、朗読家、カバレット経営者でもあった。ウィーン生まれ、本名はフリードマン、ユダヤ系の裕福な家庭に生まれたがプロテスタントに、改修、世紀末ウィーンを代表する、教養人で、構図家、カフェ文子の一人、 1938年のドイツによるオーストリア併合にこうして自殺したハイデルベルク大学大聖堂ホール1878年エゴンフリーデルはユダヤ人の製紙業者モリッツ・フリートマンと妻キャロラインの3番目の子としてウィーンに生まれた1887年9歳の時両親が離婚その後は父親と同居し1891年に父もリッツが死ぬと フランクフルトアムマインでおばと暮らした。しかし、2年後には彼の手に負えない振る舞いのために、そこから追放されてしまう。その間フリーデルは学校に通ったが、周囲からはトラブルメーカーとして、また自由奔放な考えの持ち主とみなされていた。1899年、4回の試験の後アビトゥール、アビトゥアを通過して、ハイデルベルク大学を卒業した。それまで彼は、 オーストリアドイツのいくつかの大学に通った。1897年、フリーデルはドイツ文学、自然科学及び哲学を学ぶために、ベルリン大学に招待生として入学しているが、この時ユダヤ教を放棄しているターハの信仰に、改宗している。ハイデルベルク大学では、ヘーゲルの歴史哲学の後継者であったクーノフィッシャーの元で学んだ。1900年から1904年まで、彼は再び、 ハイデルベルク大学やウィーン大学でドイツ文学と哲学を学んでおり、1904年には博士号を受理している。ウィーンのカフェ・ゼントラールの内部この間、1899年に遺産を手にし、財政的に独立してウィーンに住むことが可能となった。フリーデルは市内のカフェ・ゼントラールやカフェ・グリエンシュタイトルに出入りしたカフェハウスを通じてフーゴ・フォン・ホーフマンスタール。 カール・クラウス、ペーター・アルテンベルクなど当時を代表する文化人と知り合っている。1905年、フリーデルはクラウスの雑誌、ファッケルに、偏見という題で一つの意見を寄せている。それは次のようなものである。私たちが自分たちの若さを通じて得る。最悪の偏見は、生命が重大であるという考えである。子供は、正しい本能を持っている。彼らは、 生命が重大でないことを知っており、ゲームとしてそれを扱うのだ。これ以外にも、ファッケルには風刺的な文体で数多くのエッセイを書いている。20代のフリーデルはまたゲーテの初期間であったエッカーマンにちなんで、アルテンベルクのエッカーマンと自称していた。ペーター・アルテンベルクがウィーンを徘徊して、市中の様々な印象を観察し、ありあわせの紙に書きつけたメモをカフェハウスで 彼のポケットから取り出しては保管することを日課としており、こうした中からアルテンベルクの私行の短編集が生まれている。また、風変わりない出立ちで19歳年上のアルテンベルクと連れ立ってはウィーン市内をよく徘徊し、その打ち止めはブルク劇上里の居酒屋、レーベンブロイ定が多かったという。1905年から1910年までフリーデルは ヨハン・シュトラウス2世のオペレッタにちなんで命名されたカバレットコウモリの芸術的管理者として働いた。共同管理者はアルフレート・ポルガーであった。この間、フリーデルはエッセイと一幕物の戯曲を公表し続けた。戯曲における彼の最初の作品はパラフィン王である。また、ボルガーとの共同作品で自ら舞台に立ったスケッチコメディーゲーテは彼をドイツ語圏で 一躍有名にした、1910年、サミュエル・フィッシャーから、アルテンベルクの電気の執筆を委任された。フィッシャーは、肩の凝らない、軽い読み物を期待したが、それに反し、フリーデルは、エッケイポイタと題した堂々たる分析と文化評論を叙述し、フィッシャーはそれに失望したという。商業的には、この本は失敗だったが、フリーデルの文化史への関心を促す役目を果たした。 1912年、フリーデルはベルリンのカバレットで働き、1913年には演出家、マックス・ラインハルトの下で得意な俳優として、また、ウィーンではインタイムス劇場の共同経営者として活躍した。このままフリーデルは分泌活動を続け、ドイツ語圏の主な文人たちとの友情も続いている。1914年、アルコール使用障害による苦痛と肥満によって、 ユンヘン郊外のサナトリウムで処理を受けるよう強制された。また彼は同時代の多くの人々同様、第一次世界大戦の勃発に対しては熱狂し、自らも兵役を志願したが、身体的な理由で拒絶されている。1916年には彼は公式にフリーデル、フリーデルに名前を変えた。同年、彼はユダの悲劇を公表している。1924年、雑誌。 シュトゥンデの批評家として活動中、風刺の意見を述べたために反逆者として解雇された。1919年から1924年にかけて、フリーデルはノイ・エス・ウィンナ氏など様々な出版社の編集者、ジャーナリストとして、また劇評家として活動した。さらに、ウィーンで演劇指導や劇場管理に当たったほか、ベルリンではドイツ劇場、ウィーンでは ブルク劇場の管理者となったラインハルトの俳優として活躍した。フリーデルの劇表や文学評論は、シャウビューネ、ファッケル、ノイエムウィンの詩など、雑誌や新聞の中で公表され続けた。1927年以降、健康問題により舞台に立てなくなるが、その後もウィーンでフリーのエッセイスと編集者及び翻訳家としても活動した。 フリーデルが翻訳した著作には、エマソン、ヘッペル、リヒテンベルク、カーライル、アンデルセン、ネストロイ及び、マコーレの作品があった。フリーデルはまた、サイエンスフィクションのような小説も書いている。種村末広は、エッセイ、ハレスはまた来るで、フリーデルがある、評論の中で、ノルウェーの作家、クヌート・ハムスンの名前を挙げたところ、たまたまホームソンが、ハレスと、誤植され、 日本人のような名前になったために面白がったフリーデルが架空の日本人劇作家レンノスケハレスの作品紹介をでっち上げたというエピソードを紹介している。かつてはアルテンベルクと二人組を組んでの支柱の徘徊によってウィーンの人々からはダンディーなシャレ者として知られていたフリーデルであったが彼は同時に大の読書家でもあり。 白学な文化史家としても多大な足跡を残している。1920年代初頭、フリーデルは14世紀以後の西洋の精神史を鮮やかに分析した対策、近代文化史を表している。その中でフリーデルはこう述べている。人々がかつて考案した分類は全て任意で人為的で誤りである。しかし、それに対する単純な反発は、さらに、 それらが私たちの思考の固有の様相と一致するので、そのような分類が有用で不可欠で、とりわけ避けられないことを示すのである。近代文化史は、1925年に出版社、ヘルマン・ウルスタインが第一巻を受け取ったが、俳優年代記の編集方法に疑念を差し入れている。また、他の出版社5人も続いて、出版を拒絶した。最終的には1927年に、 ニューヘンでハインリヒベックによって出版された。こうした経緯があったものの、近代文化史は、今日では、洞察に富む名著として知られている。そこでは、ルネサンスから第一次世界大戦までの文化史を、キリスト教的視野で捉え、英雄的な文人、芸術家、思想家がしばしば称えられている。例えば、フリーデルは、哲学者、フリードリヒニーチェについて、ニーチェこそ、西王の、 最後の大きな信仰の声なのだ。ニーチェを最後の恐怖と呼んでよかろうと述べ、フランツ・シューベルトについては、グリム兄弟がメルヘンを想像したのと同じ意味で、民謡を高度なものに引き上げ、他の最高の芸術形式と肩を並べうるものに、したと、その偉業を称えている。1933年、ナチスがドイツで政権を握った際、フリーデルはこの政権をやつぎ早に表している。 反キリストの領域である。すべての高貴な奇跡、異形すべきもの、教育、理性は、提出で癒しい者たちのやり方、最も憎むべきものの中で迫害されている。1937年、フリーデルの著作はナチスが推進する、歴史理論に一致しないとみなされ、ドイツでは国家社会主義体制によって全面的に禁止された。ドイツやオーストリアの出版社は皆、 彼の著作を公表することを拒絶した。フリーデルの古代文化史は、チューリヒデ離婚によって公表されたものである。ウィーン市内をパレードするヒトラーとムッソリーに、オーストリア気質の中で、ドイツとオーストリアを隔てる、唯一の壁は共通の言語であると述べた。エゴン・フリーデルは、アンシュルスのあった1938年、亡命を拒んで、ナチスのウィーン親中に伴い自殺した。 アンシュルスにあたっては、反ユダヤ主義が猛威を振るった。ユダヤ人は男女を問わず暴行され、彼らの事業所、商店、シナゴーグは破壊された。ゲシュタポによって逮捕されるだろうと感じた。フリーデルは、事故の生命を終えることを意図した。フリーデルは友人に宛てた3月11日付の手紙に、私は感覚の全てにおいて、ここを離れる準備ができていると書いている。 1938年3月16日午後10時、二人の SA がフリーデルを逮捕するために彼の家に着いた。突撃隊員たちが彼の家政婦と居かいを起こしている間、フリーデルは窓から飛び降りて自殺した。最後に彼はこう言ったという外を見ろ。フリーデルの遺体はウィーンの中央墓地に埋葬された。ありがとうございます。